玉海型用陸艇は中国人民解放軍海軍の汎用用陸艇の緩急に対して付与された NATO コードネーム。中国人民解放軍海軍での名称は074型用陸艇。また、一番艦が建造された造船所名の武庫造船所にちなみ武庫 A 型と呼ぶこともある。玉海型は玉連型の後継艦として開発された。 中型揚陸艦であり、1995年に一番艦が完成した。建造は、仏古造船所及び陳太汰造船所で行われた。全球と同様にビーチングにより揚陸を行う。全球の艦首の形状は、バウドアを省略して、羽橋状の水密化したバウランプを持ち、四角くフラットな形状であった。それに対し、本艦は、 ビーチング型揚陸間では非常にオーソドックスな観音開き型のバウドアに改められて V 字型の監首形状となった。バウドアの内側にはバウランプが折りたたまれており車両の出し入れの際は展開される。監首の構造は明らかに全球より複雑になってしまったが V 字型に突出した形にすることで高揚性の向上を狙ったものと推察される。搭載量は 貨物ならば、最大150トン、または、主力戦車級の車両2両に加えて、完全装備の兵士250名を運搬、揚陸する能力を持つ、と推定されている。航続距離は、巡航速力12ノット維持の場合で、約1000回離と推定されている。武装は、発射速度が、毎分800から1000発で有効射程2700メートルの61。 式連装 25mm 対空機関砲を1機と発射速度毎分1100から1200発で、有効射程 2000m の58式 14.5mm 連装機関銃を2機装備していると推定されている。前者の機関砲は、第二次世界大戦が終了して間もない40年代、後半に設計された遠隔操作のできない旧式機関砲である。レーダーは、 X バンド公開レーダーのみ搭載されているものと推定されている。2000年に建造は終了し、2011年末現在は中国人民解放軍海軍が10隻、スリランカ海軍が1隻を運用していると推定されている。スリランカには1995年に1隻輸出された模様。中国人民解放軍の配備状況は北海艦隊が5隻、 東海艦隊が2隻、南海艦隊が3隻と推定されている。後継艦は玉北型である。ありがとうございます。